カシ VS チャド・コリンズ。さあ矢部さんはこの試合を注目の試合と、ね、はい、挙げておられました、はい、いよいよです。いやー、深瀬選手が、ね、どんな戦いをしてくるのか、そしてこのチャド・コリンズという選手が、ね、どれだけの実力があるのかっていうのを、ね、楽しみにしております。はい、小坂さん、はい、ズバリチャド・コリンズのこのリング上での第一印象いかがですか。矢部さんとも喋ったんですよ、はい、生で見ると何でしょう、マテリアルといいますか、はい、いろんなところがとんがってますよね。とんがってます痛そうですよね、あの肘膝をちょっと曲げた時にとんがりがすごい鋭角でこれはこれはやべえなって感じがすごいします。さあ第一ラウンドスタートです。しかしが今までで一番やばい相手と認識しました、うん、チャド・コリンズ。腰が硬そうですね。前蹴りで距離を取って結構詰めた距離からも前蹴り打つんですね、はい、左足を浮かしながらですね、いつでもこう前蹴りを出せるように体勢で今戦ってますね、チャド・コリンズ。いやもう本当に前に出てきますね。まあ、深志は噛み合うタイプだと言っていましたが、噛み合った瞬間に噛み切られる可能性もあります、うん、左のミドル怖いですね、うん、チャド・コリンズ。石井さん、もうチャドはもう幼少期からオーストラリアでムエタイを始めたそうですね。そうですね、幼少期の頃からムエタイを始めてですね、もう本当に今ではタイのトップ選手を次々と倒してきてる、本当世界的に認められた選手ですよね。しかもだいぶ若い頃からもうタイに渡って、うん、まあ11歳、そうですね、11歳頃からタイに渡って、うん、いやこれほどの選手がですね、今まで未来日だったのがちょっと不思議ですね、うん。まあ、本当一発で倒せるパンチも持ってますし、このムエタイ技術も駆使してますんで、はい、もう深瀬選手はもう油断できないですよね、うん、パンチ何も出してないですね、うん、プレッシャーです、怖いですよね、はい、まだ左ミドルしか出してないです、うん、前蹴りとミドル隠してる感じがすごいですね、うん、おい今パンチを出しましたチャド・コリンズです。インロー、チャド・コリンズ、ロー返していく深志。深志選手、ローいいですね。ロー深志選手、いいですよね、はい、回りながら回りながら、はい、うん、自分のペースを前足が上がってるんで、ちゃんと後ろ足をちゃんと狙ってますね、ライボディ。ねえ、矢部さん、深志、はい、はなんといってもノックアウトのチャンピオンですからね。いやそうですね、だから小坂さん、やっぱプレッシャーも半端ないと思うんですよね。そうなんですよ、最近ノックアウトはチャンピオンに厳しいんですよ、はい、もうチャンピオンの次の試合が一番強い人が来ますからね、本当、でもそこを深志選手は倒してほしい。そうですね、まあ森井陽介のね、ヨードレックペットの悪夢をノックアウトファンはまだ記憶に新しいところ、これはタイトルマッチではありませんが、残り時間30秒、深志選手ローキックいいですね、ローキックいいですね、うん、まあ深志選手もとにかく勝てるというイメージができたので、もちろんこの試合を受けたと言っています、自信はあると言っています。さあ残り時間第1ラウンド10秒切っています。はい、肘打った後に膝まで膝をやめないところがこれだね、はい、もう1ラウンド終わった、あっという間でしたね、あっという間でしたね、まあ、チャド・コリンズプレッシャーかけてましたけど、深瀬選手もよく見ながら、うん、あの負けてないですね、負けていませんね、はいはい、あのチャド選手のプレッシャーに対して、うん、深瀬選手だからあそこまでできるのかなっていう感じしますね、はい、でも小坂さん、なんかやってこない見せてこない不気味さありますね、ずっと足を上げていながらミドルとローをカバーしてて、はい、キックを吸収してますよね、はい、左足上げながら前蹴りも打てれば、左のミドルも打てれば、ローにも対応ができるという、はい、さあ第1ラウンドオープンスコアです。10対10のジャッジが1名、10対9、深志につけたジャッジが1名、10対9、チャド・コリンズにつけたジャッジが1名となっています。なるほど、どうすればいいんですかね、いや本当に両者積極的で第2ラウンドです。前に出きます、じわじわっと前に出てくるチャド・コリンズ、距離を取っていく深志、ミドル、右ミドルです、左ローキック、チャド・コリンズ、おお、はじき返す、重い
いっすね。パンチを打ちに行った深志をミドルで弾き返しました。ボディー、おー危ない危ない危ない、今のハイキック速い、組んでからも止まらないです、速いこれは危険な相手です、チャド・コリンズ。しかし深志倒されてればいいんじゃない、縦位置田選手はローク際で止まらない方がいいですね。ね、うん、いや本当ね。そうですね。止まった方がいいですね。下馬評通り何でもしてくる選手ですね。ちょっとそういうアウトローな方法もいいかもしれないな。ガチャガチャ行くのも。今日でも深選手いい動きしてますよ。頭も触れてて。はい、まあとにかく研究して、まあ2つばかりチャド・コリンズを上回れる部分を見つけたと言っていました。深志です。はい、たとえ深志がどういう状況で来ても、なんかどんな選択肢でも持ってるような、はい、そんな戦いをしています、うん、チャド・コリンズ。逆に深志はこのチャド・コリンズを倒すためにどんな策を持っているのか。ロー、うん、しかし一気に常に縦肘を打っていく。ロー、しかしロー、そしてミュック、あれすごく出した方がいいですね。あーいいヘルコック、これちょっと今チャドコリンズ、はい、ハッとさせられましたね。ボディ、うん、ロー、ただ出てきますね。ボディ振っていくチャドコリンズ、前に出る前に出る、ラッシュだチャドラッシュ、チャドラッシュ深谷選手はあのローをしつこくしつこくもうやめないことですね、ローキックは、うん、確実に嫌がってますよ、ちょっと効いてきますからね、で、あえて前に出てごまかしてるんですよ、ごまかしてるんですか、はい、でもこのプレッシャーに惑わされてリズムを崩すと怖いですよ、しかしであとまあ不利になった時もやっぱ切ってくるでしょうから、うん、チャド・コリンズそういうのも打とうとタイミングを合わせました。オッケー、高橋選手いい動きですよね。そうですね、はい、いや高橋いいですよ、いいですよ、いいいいいいパンチが入る、おっと肘入りましたね、入りましたね、縦ゆっくりゆっくり、今いい形でパンチローパンチローとコンビネーション多く出してたんですけど、一瞬の隙をついてきましたね、チャドコリンズ。やっぱりチャンスには落とし穴がありますね、はい、これ第2ラウンド終了です。ダウンオーバーありました、チャンピオン切ったさ、いやなんか何ですか、1秒も止まってないです ね、ずっと動き続けてる、止まったらやられますから、ね、いや本当すごいですね、まだ第2ラウンド、はい、びっくり、いや矢部さん、はい、来ましたね、来ましたけど、もうこのラウンドも含め解説陣も含めですよ、はい、もうここの放送席がガチャガチャしてうるさいことになって、もう興奮しちゃって止まんないっていう、みんなで横並びで試合見てる感じですよね、もう放送止めません、放送やめて喋りません、いやすごいですね、怖いな、ただちょっと深志選手ちょっと掴めたところをパンと今肘を食らった感じがしますね、はい、だやっぱ深志の戦い方は通用するんですけども、そこにね、ちゃんとチャドが対応してくる、そうですね、でもこのままでいいですね、はい、戦いでいいと思いますよ、はい、結果、いった結果なので、気を落とす必要はない、はいはい、さあ第2ラウンドはもちろんチャドが取っています、ここでやっぱ追いつかなければいけない、はい、しかしこの組んでからの膝早いな、早いですね、しかしはね、どんな状況でもボロボロに、あのアッパーで何人も倒してきてるんですよね、そうなんですね、はい、ようやく出ましたね、見せねえと思ったら、ここへ来て出してきましたね、一体いくつの武器を持っているんだチャドコリンズ、もうすごい行く気満々、はい、タイのラジャタムナン、現役王者もあの右アッパーで倒してますね、いやそうそうたるメンツを倒してるらしいですね、それゆえにオーストラリア人でありながらもタイでは絶大な人気を誇る、ルンピニーでもラジャダムナンでもメインを何度も取っている男です、はい、だからこそ深志アッパーもらえますね、これ見えないんだ、怖いですね、なんだあれ、
なんですかね小坂さん、あれファミコンのゲームみたいなファミコンボクシングのあれ強アッパーですよね、あれ、ね、あちょっと口からも聞かされてますよ、おかしい、大丈夫ですかね、ロー受けること忘れないことですね、忘れてない忘れてない、アッパーアッパー倒しに来てますね、話を流して見た目は痛々しいですが深志の闘争心はいささかも衰えていません、そして戦い方もしっかりと頭の中に入っています、チャンピオンだぞ深志、うん、チャンピオンノックアウト、ね、キングオブノックアウト、はい、スーパーライト級チャンピオン、はい、どうなんですね、そうそう、はい、右も左も打ち上げて、掴んでいく、さあまだ試合だ第3ラウンド時間はあります、うん、タックル、うん、おー、うん、入る、ナイスローですね、ちょっとチャダの動きが止まった、うん、さあまだ1分、1分は長い時間だ、深志選手はしんどいですけどここはローをしつこく出したい、はい、肘、はい、その肘も気をつけたい、はい、ローを出してから後半変わってきます、このアッパーを恐れていけば戦えない、深志、はい、うん、選手の左のフックも入ってるんでね、左フックまでいけたら深志、うん、はボロボロになっても戦う、さあ決して楽な試合など一つもありませんでした、深志顔を腫らされ血を流され弾を奪われながらもそのベルトを掴んできました、ああ噂にたがわぬ強敵チャド・コリンズ、残り時間20秒、まだ時間はある、弾を第2ラウンドで奪われた、うん、昔、うん、ロー打っていく、ロー打っていく、ロー打っていく、おっと背中、第3ラウンド残り時間もうない、ロー、ここでゴング、いやもうよし、怖い、すごいすごいですね、なんかもうファイナルラウンドみたいな戦いしますよね、いや矢部さん、あのアッパー、あー怖いいやただ深志選手はすごいですよ、うん、本当に、はい、絶好調っていうぐらいの動きしてますよね、はい、でもこれだけのことをやられながらも、まあ、しっかりローで組み立ててる深志、うんうん、チャンピオン、ええ、まだ冷静です、焦ってはダメです、さあ第3ラウンドは10対9、深志、9対10でチャド、9対10でチャド、2対1でチャドが取っています、あそうか、いやこんな大変だ、さあこれが第4ラウンド、深志としてはダウンを奪いたい、うん、ロー、うん、ロー、うん、アッパーもこれ胸のあたりに当たりました、うわでも目がすごい強い、まだ目が死んでないですよ、うん、大地さん、やっぱこのローは絶対忘れちゃいけない、そうですね、でもまあロー絶対警戒してるんで、ローからがパンチいけば入るかなと思うんですけどね、なるほど、ローから何につなげるか、はい、石井さん、やっぱ効いてますよね、ローはね、まあ、確実に嫌がってますね、チャドは嫌がってる、はい、はい、逆にこのローがなくなったらチャドはすごい戦いやすいと思うんですよ、ああちょっとローブローです、これはアクシデント、仕方がありません、すごいチャド・コリンズの凄さも分かりますが、そうですね、すごいっていう言葉しか出てこないぐらい、すごい、ちょっと出血してます、そうですね、目尻のところでしょうか、そうですね、深そうではないですか、そうですね、はい、ただちょっとね、血が目に入らなきゃいいんですけど、うん、いやもう流行る気持ちを抑えられないというチャド・コリンズあーすごい前蹴り、しかしクリーンヒットはせず、ただ効かない、深志、いいですね、気持ちで負けていません、深志、深志が負けるんじゃないかと周りから言われるような相手とやる方が燃えると言っていました、深志、うん、今の一戦パンチからの奥足のローキック、うん、常に深志は全力をぶつけてきました、このチャド・コリンズを倒せばその名は世界に轟きます、さあ組んでいきます、いいですよ、力ありますよ、力ありますよ、いいですよ、うん、
ロしかし膝を打ってくるチャドコリンズ、うん、チャドはもう肘ですね、肘ですね、はい、これ深瀬としてはこの組む展開は、そうですね、深瀬選手としてはあの組む展開には持ってきたんじゃないですよね。ただその辺うまいですよね、その距離の潰し方がチャドがすごくうまいです。まあとにかく第2ラウンド第3ラウンドがっちりポイント取ってますからね、うん、チャドコリンズ、もちろんそこら辺も計算に入れてるかもしれませんが、うん、ロー、おー、いいですね。あもうすぐ、そうすればローが嫌だからこそもう組むっていう、うん、チャドの見た目で騙されますけど、ガチガチの燃えたいせいですね、やっぱり、はい、やっぱ本当組んで、肘狙ってもうセコンドがあからさまに肘をいけっていう指示をしてますね。ロー、もうチャドとしてもブレイクの時間も惜しいとばかりにすぐに襲いかかってきます。第4ラウンドも残り20秒、くるくるくる、惜しい、惜しい、バランスを崩した。ちょっとチャドの体が流れたように見えましたが、アッパー当たりません。ちょっとアッパーの正確性も落ちてきました、チャドコリンズ。よし、これでゴング第4ラウンド終了。いや、死闘ですね。いや、死闘。ただもうちょっとチャドの方が打ち疲れっていうのもちょっと感じてるわけですもんね。なんか確かにちょっとチャドが削られてきたんじゃないかと思えるんですが、どうでしょうかね。はい、今のゴングだって戻る時とかもチャド選手ね、割とバテた感じの歩き方でしたけども、深瀬選手はもうタッ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 と打ちますからね、はい、何かそのほころびというか亀裂が見えてきたようにも見えますが、もちろん深瀬にもダメージがあります、だが今のところ判定のポイントは深瀬押されています、はい、とにかく2ラウンド取られています、じゃあもう KO しかないですね、はい、あとはジャッジについている和田さんがですね、いやすごいなっていう試合の顔しましたすごい試合だなって顔しました。和田良学さんお気に入りの、はいはい、いやすごいなって顔しましたね、さあラストですよ、チャドコリンズ対深瀬ファイナルラウンド、泣いても笑っても、ここで勝負。やっぱラッパ来るか、うん、まあ、スタイルは変わらないですね、チャド選手、これをどう崩せるかです、うん、こうなってくると3分という時間は短い、うん、そうですね、うん、イボディ、うん、ロー、深瀬もローは効かされている、だが絶対倒れてはいけません、まあ、先ほど大輝君も言ってましたけど、そのローを蹴った後にパンチ振りたいですね、うん、はい、うん、しかしローを蹴られたのガッと一気に詰めていきます、チャドコリンズ、ね、ローを打った後に詰めてってしてますからね、はい、パンチ打ちたいですね、この後、うん、この後ですね、あれで打ち終わりじゃないんですよね、うん、でもちょっとチャドコリンズはパターンが決まってきました、うん、ボディ、それはまあポイント勝ったらこうするわな、でももちろんやってる深瀬の方もこう来るだろうというのは、まあ、織り込み済みでしょうから、そうですね、今の入ってくるとこアッパーなんていうのはそうですよね、ここをどう崩すかがチャンピオン、そうですね、そうそうです、何かあともう少しで決定的な一発というものが入りそうな気がするんですが、チャドコリンズそれを許しません。さあ詰める、ここから回される、しかし倒れません、しかし時間は過ぎてしまいます、うん、いいですね、まあパンチ入る、パンチ入る、うん、さあ半分が過ぎていく、うん、じゃあチャドもこれ疲れてますよ、深瀬も疲れてる、しかし前に出る、前に出る、うん、いいですね、あの左に回るのいいですね、そこからその後、そうですね、そういいですよ、そうそう、うん、そう、その後、そうそうです、うん、パンチを打っていく、やっぱり深瀬があの動きをするとセコンドもそうだそうだって言ってますからね、うん、やっぱあれをやってもらいたいんでしょうね、はい、苦しい、確かに苦しいが、ジャンピングキック、さあ残る時間50秒、時間がない、攻め切れるか倒し切れるか、チャドはもうパンチローの組み立てが嫌なんで、はい、深瀬選手のもう距離潰したあのスタイルを貫き通してますね、小坂さん、これをね破ってほしいですね、でもでもね、逆だったらそうですよね、残り時間30秒、来るところを強い、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 強い
強いところ、強い気持ち、強い打撃で、このチャドの城壁をこじ当てたいクカス。時間がない。最終ラウンド残り10秒を切る。さあ組んでいくチャド。もう時間がありません。この辺は勝ちに徹してきましたね。試合終了の試合終了です。判定にあります。しかし対チャドコリンズの一戦は判定に持ち込まれました。いや強い強いですね、まあ、強いです。福田選手の根性見れましたね。いやそうですね、うんうん、あの肘のダウンがなければねちょっと分かんなかったんですが、まあでもあれがあったからこそのあれ以降のチャドコリンズの戦い方でしょうし、少なくともまあこれから結果は出るわけですが、噂通りの強さ、強者でありましたチャドコリンズ。これでも深志選手じゃないとあの1ラウンド2ラウンドは耐えれなかったかもしれませんね。集計結果をお知らせいたします。ジャッジ大なり49対47、青コリンズ。ジャッジ小川49対46、青コリンズ。ジャッジ岡林50対47、青コリンズ。以上判定3対0をもちまして、勝者青コーナーチャドーコリンズ。初来日 KO 初参戦となった外国人最強ムエタイ選手、オーストラリアの英雄チャドコリンズ、KOK スーパーライト級チャンピオン深志を判定で下しました。勝者賞のメダルが手渡されます。さすがという思いと、まあ、ちょっと悔しいという思いもありますね。これがもったいなかったですね。これでもパンチの打ち合いの中であの縦肘なんですけども、はい、やっぱりこれ縦肘が当たらなくても自分のガードになるので、はい、その辺はやっぱりうまいですよね。あの、あそこを縦肘選択するところがやっぱりさすがですね。